鳥山石炎、ガト百鬼夜行より、モウセン、水木しげるロードに設置されている、網切りのブロンズ像。網切れ、モウセンは、鳥山石炎の妖怪画集、ガト百鬼夜行にある日本の妖怪。カニまたは、サソリのようなハサミを持つ姿で描かれているが、同書内で、解説文などは、一切添えられていないため、石炎が、どのような妖怪を意図して描いたのかは明確ではない。 石炎は、画と百鬼夜行において、百回図鑑など専攻する、妖怪絵巻に描かれている、妖怪画を参考に描いたものを多く描いており、この、毛説は、そのような妖怪絵巻に描かれている、人間の髪を切る妖怪、髪切りを参考に描いたのではないかとも見られている。昭和、平成以降の妖怪関連の各種文献では、網切れは、かや、 星ある網を切り裂く妖怪であると解説されている。妖怪研究家、田田勝美野は、網と小型甲殻類の網との連想による言葉遊びで、赤煙は創作したのではないか、と解釈している。しかし、網は、前足のハサミなどは、持っていないため、網を命名の発想とする、この説を疑問視する声もある。作家、山田のりおの著書、東北怪談の旅には、 山形県庄内地方での話であるとして、網切れが漁村の漁網をズタズタに切り裂いてしまうことが続いたので、あるものが網を素早く家に隠して害を防いだところ、夜に虫除きのために部屋に釣っておいた蚊屋を網切に切り裂かれ全身を蚊に刺されてしまったという話がある。妖怪研究家村上健治は山形県内で網切という妖怪自体の伝承は、 他の資料で確認することができず、もう説の現象であるという点は山田による創作ではないかと指摘している。ありがとうございます。